はい、お待たせしました。皆さんこんばんは。爆弾解除を、したいと思います。4回目なんですけどもね、今回のゲストは、林さんですね。よろしくお願いします。どうも、爆弾処理班解析班一等兵若林正です。おりゃ、あの、違う、ちょっと情報が多いな。何、ゆっくり喋って。一個一個説明お願いします。なんて、爆弾処理班、はい、解析班、解析班、はい、一等兵、一等兵がわからん。何、一等兵、若林勝です。若林勝、本名、別に本名言わなくていいから。いや、あんなポーズとか取れないんで、はい、爆弾の解析中に僕は本名で行かせていただきます。若林勝と申します。あ、なるほどね。まあまあ、ライトマンさんとさやねーと、まあ、ブヤ、はい、この3人でこうつなげてってもらったんですけども、はいはい、初めてじゃないですか、やるの。はい、初めてです。なんですけども、ちょっともう難しいところまで行ってるんで。なるほど、気をつけてください。本当にこれは僕が最後で正解でしたねと自信あるの？ちっちゃい頃からやってますから。ちっちゃい頃ダメだろ。3回ミスったらもうバーンとなります。あー、野球の三振と一緒ですね3球打ち込まれたら、そうね、ストライク、そうね、そうそうそう、ストライク3つやれたら。かしこまりんこりんこりんこ、やばいね。無駄があって人生でしょ画面見ないでね、画面見ないで。はーい、はい、大丈夫ですよ。これは間に合うの見れないんでね。うんうんうん、はい、1っていう数字がありますね。その下に4つの、ナンバーがあります。並んでます。聞こえるか？聞こえるし、ちょっと待って待って待って、そこからなの？ちょっと待って、もしもし聞こえるか？めでめで、こちら、はい、めでめで。いや、そこから、そこからな。よろしく、分かって分かって、もう始まってるから。君は爆弾処理班の中曽根くんかな？中野だよ。はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。よくマジ、いや、中曽根くん行こう。何を、何を言わせてください。一回落ち着け。黙ってて、ちょっと黙ってて、黙って聞いて、黙って聞いて。あなたは今、相当焦ってる。まず俺の話を聞いてくれ。僕が解析班だ。君はその現場の、僕が飲んで、okay? 分かったから、okay? 分かった、よく聞いてくれ。分かった、俺じゃあ説明するから。いや、こんな言葉、こんな言葉から聞いてくれ。あなたの心が正しいと思うことをしなさい。どっちにしたって批判されるのだから。つまり君が思うことっていうのは全て正しいことなんだよ。だから、だから静かにしろ。いいから聞いてくれ。いいか、君は今相当焦ってる。もうやばい、相当焦ってる。もう3分しかない。俺が3分しかないって。君は言うよ。前進をしない人は後退してるんだ。この言葉よく覚えておいてくれ。いいか、負けるな、ね、変わって、自分の気持ちを負けるな。変わってじゃない、変わってじゃない、変わってじゃない。まず君が落ち着かないことには変なボタンを押したら、ね、全員の命がかかってる。一回静かにして。分かったから、一回静かにして。分かってるから、分かってるから。いいか、聞いてくれ。中曽根、中曽根、中曽根だよ。落ち着くんだ。いい、こっち喋らないで。今現段階で俺が処理するんだから。聞いて、分かってる、分かってる。いいか、事件は会議室で起きてんじゃない、現場で起きてる。いいか、だから現場にいるから。今だから、その現場で起きてる。俺から喋らせて、俺から喋らせてください。いいか、落ち着け、落ち着け。大丈夫だから、必ず解除する。なんせ俺は一等兵だ。任せて。君の今目の前にある爆弾は何色だ？今色は関係ない。いいか、練習じゃない。これは本番なんだ。全員の価値が下がってる。だからこそ笑ってる場合か？笑ってる場合か？違うだろ。笑ってる場合じゃないだろ。時間はもう過ぎてる。ねえ。分かってるって。待ってや、もう2分切った。2分切ったのか関係ない。もうミスしなければいいから。ミスしなければいい。あと5分つってんだろうかよ。声が重なってる。これは選手参加で習ったはずだ。じゃあ、いたしましょう。解析班と解析班と手は。いたしましょう。OK。まず、現場。
まず現場がどういう状況か教えてくれ。周りに何が、犯人の、犯人だろマジで。犯人の声何か聞こえないか。何も聞こえない。犯人はいない。犯人は爆弾を置いて逃げた。だからまず爆弾を処理しないといけない。それからだ、犯人を探すの。まずは爆弾だ。いいか、分かったか。いいぞいいぞ、すごく。マサルいいか、オッケー。素敵な、素敵な会場。行くぞ、あんまやばいぞ、もう1分切ったぞ。1分切ったぞ、1分切ったぞ。現段階でそこに爆弾はあるか、うん、ある。そこに爆弾はあるなら、バカだ。爆弾があるならこっから行くぞ。そこに爆弾がある。どんな爆弾かまだわからないから、それをゆっくりと俺に説明するんだ。いいか、その爆弾はどんな爆弾かをここ今教えてもらって。それはそれ俺言うから、しっかり聞いて。聞いて分かった、聞いて。じゃあどんな爆弾か言うから聞いて。よし聞こう。君がどんな爆弾か教えてくれたら、俺がそれに対して解析をする。もうそのセットは僕が持ってるから、君がどんな爆弾なのか俺に教えてくれ。頼むぞ中野、頼むぞ。よし行こう。ちなみにどんなモジュールがある、言ってみろ。どんなモジュールがあるかゆっくり言え。焦るんじゃない、大丈夫だ。どんなモジュールがあるか教えてくれ。バカじゃん。まずどんなモジュールがあるか。中野くん落ち着け、聞いてくれ。中野くん聞こえるか。中野くん今回も犠牲者が出たと。しょうがない、次に行こう。これ無理だわ今回。分かった、俺の今反省点は分かったから。喋んなきゃな、俺が。大丈夫、分かりました、分かりました。喋んな、喋んないで。はい、ですね、まずね、聞こえるか。聞こえます、言いますよ。こちら解析班、分かった分かった、はい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 、マサルですね、マサル、はい、マサルね。そちらは爆弾処理班、はい、マサルさんで静かにしてもらっていいですか。大丈夫、ベテラン中なんでやってるよ。行きますよ、行きますよ。行きますよ、行きますよ。ゆっくり喋ってごらん。ひし形小渋を何、落ち着いてくれ中曽根くん。中野だよ。4つの色の、ひし形したボタンがあります、うん、ボタンだよね。ボタンじゃないよね。ボタンだよね。もう一回言ってみようか、リピートアフターミー。ボタンよし、いいだろ。よし、中曽根くん落ち着いてくれよ。よし、今探してるからな。あー、あったサイモンゲームか、懐かしいな。よし、ちょっと待って、のんきにしないで、ねえ、頼むな、そこ。青が2回なった、はい、青が2回なった、なった。じゃあ、青が2回なった、はいはいはい、青が2回なってるんだよ。よし、もうな、もう2分ちょっと待って、落ち着いてくれ、中曽根君。だからもうなってんだろ、これ。よし、じゃあ、あとはもう自分で考えろ。何すんだよ。言ってみろ。あとはもうこういう爆弾処理か、もう自分の采配だから、自分のやつ、自分のだぞ。中野くん、中曽根くん、自分ので行け。あ、行っちゃったな、中曽根くん。またグッバイ、中曽根くん。ズバ抜けてねえか、この人。何、あれは褒め言葉。ズバ抜けじゃない、静かに聞いて。ただ、これだけ言わして、はい、最初の挨拶だけやろ。これは約束、これは約束。ギュッとなるから、うん、それだけに。じゃあ、行くよ、よろしくお願いします。爆弾処理の中です。聞こえるか。聞こえてる。もう聞こえてる前提で言って、もう早く言って、もう早く。解析班の一等兵、若林勝。はい、馬年、よろしく。いら。3番のボタンを押してみようか。勇気出して、大丈夫、中曽根くんならできるよ。さあ、ステージ4、何番の何色の何。単色ショッピングじゃないから、違うからね。ディスプレイにですね、待ってと書いてます、うん、ひらがなで待ってと書いてあって。じゃあ待つんだ。違う、犯人からのメッセージに間違いないぞ。待つんだ。こいつ、クビだ。中曽根、中野だよ。中曽根、名前覚えてろ。聞こえるか。聞こえてるっつってんだろ。こちら爆弾処理解析班の伊藤兵、若林勝という、よろしく。もう知ってます、あなたのことは知っています。こちら爆弾処理班の中野です。中野だよ。メガ進化ですね、愛のメガ進化。うんデブのお腹、デブのお腹。え、俺。ちょっと
わかるよ、わかるわかる、いや言われるけども、もう今30にもなるし言われるけども、違うっつってたのか、違うっつってたのか、こっちは言うことみたいな空気になるけど、違うって、あんたのこと言ってるんじゃないの、あまり中曽根くんがユニークだと思って、中野だっつってんだろこれ、お前マルシー、マルシー、はい、そして俺、これは、ね、はい、君、ね、はい、君が言ったユニークなね、はい、でもね、君が言ったユニークよ、これは採用させて楽しそうだな、これじゃあ、わかったわかった、一番最初 やってみる、あ、そうしたいね、一番最初のやつやってみる、うん、それで全然変わってくると思うよ、じゃあ、ワイヤーいきます、ワイヤーね、一番簡単なワイヤー、ワイヤー多分1ページ目にあるやつ、ワイヤーいきます、ワイヤー、ワイヤー、はい、フォッシュ、ジャンガレマ、ワイヤー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 、上か、もし、ちょんこれも静かにせえ、なんで急に外国人だった、中曽根、上から、中曽根、何だよ、あ、何、上から、上から言うよ、上から、から言うよ、今日、今日、色を言うから静かにして、いい、色とりどり、うん、色とりどり、広いワイヤーはある、ない、広いワイヤーはアイヤーね、アイヤー、はい、4本目のアイヤーを切って違う、4本目だよ、4本目のアイヤー、4本目違った、4本目違う、残念だね、ネクストチャレンジだね、そう、3番って書いてます、3番ちょっと聞こえてたの、絶対3番っつってた、3番目のボタンの場合は3番目のボタンを押してみて、ボタンの場合は3番目のボタンの場合は3番目のボタン入れてみて、アイヤー、時間ってどれくらいある？あともう45秒。ああ、ゆっくりできないね。よしろじゃん。ダメ？ダメだ。ダメだった？じゃあ中古帰るね。またね。バイバイ。ね、記号いきます。いける？高田さん。何？あ、こっち？高田さんです。俺？はい。俺信彦。あ、高田信彦さんですね。うん、信彦の高田。うん、よろしくね、うん。よろしく。うん、ぶっ壊しちゃい。あなたがちゃんと説明してくれたらちゃんとその通りにするから、分かってること、うんざいだ、うんがうざい。